こんにちは、こんばんは。パズドラ攻略班の坂台です。本日はクローズコラボの周回編成です。パーティーは芝ドラゴンです。高速周回ではなく安定周回ですね。はい、1バトル目です。ここはアレツのスキルを使って突破しましょう。1列プラス4つ消しぐらいできれば突破できます。で、ヒドロップを3個以上残して突破してください。はい、2バトル目です。ここでは丸株のスキルを使って火の4つ消し2コンボプラスアルファのコンボを組んで突破しましょう。次のフロア暗闇、このバトルが最後ですね。暗闇があるので盤面を覚えておいてください。で、次のフロアで1コンボします。はい、3バトル目です。ここでバインドを解くために1ターン消化したいので1コンボしてバインドを解きましょう。で、ウルード・アレスのスキルを使って突破しましょう。はい、ボス戦です。ここでは芝ドラみたいのスキルを使ってアレスとマルカブのスキルを復活させます。で、その後2体のスキルを使って火の1列プラス4つ消し、その他コンボぐらいで突破できると思います。これで突破です。よかったら参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。パズドラ究極攻略 TV では皆様からのリクエストを募集しております。あのモンスターであのダンジョンを攻略してほしいや、日頃パズドラをプレイしている中で気になる疑問をやってほしいとか検証してほしいとかなどをぜひコメント欄にお書きください。アップバンクのパズドラ攻略班、一度全力で頑張りたいと思いますので引き続き応援のほどよろしくお願いします。では他の動画もよろしくお願いします。さよなら。なんでさよなら言わんねん。